どうも、じっさまです。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうも、じっさまです。今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。今日はですね、ランクマッチシーズン8中、シャイニングガンダムがもらえるイベント中なんですけどもね、それのね、主戦機体、じっさまが主に使っているブルーディスティニー1号機できました。はい、まあ、なるべくね、自分なりに頑張って勝ってたくさんポイントもらいたいんでね、このブルーディスティニーに今回はよく乗っています。はい、でね、今この試合実はね、実様にとってかなり特別な試合なんですよね。というのもですね、実様ですね、最初ですね、このゲームプレイステーション3でプレイしてたんですけどもね、ランクマッチシーズン3ぐらいまでやってたんですけども、その間にですね、めちゃくちゃ下手くそだったんですけどね、まあ、今も下手くそなんですけどまあ今以上にもっと下手くそですですね、ランクマッチでですね、100敗ぐらいかな、100敗以上だったと思うんですけど、負債を背負っていたんですね。うん、なんか矢印多いな。でですね、今回この試合勝てばですね、その100敗あった負債が全て返し終わってですね、勝率5割復帰するんですね。どうしても勝ちたいんでね、はい、だいぶ気合い入れておるんですけどもね、もう実況してる場合じゃないんじゃないかっていう気もするんですけどねまあまあ特別なんでね、実況しながらということでね、もったいなかった。このブリッツの人すごい実様を狙ってくるな、怖い。なんかまたアシストになってる。ウィーッと、このヘビーアームズさんとすごい連携うまく取れてますね。 C を全然渡さないような感じ、いい感じですね。ちょっとヒットポイントが減ってきたんで不安ですけども、なんとか勝ちたいですね。はい、喋らないといけないですね。また矢印。皆さんはですね、このシャイニングガンダムもうゲットできましたかね。今残り2日ぐらいのとこまで来てるんですけどもね、実際はなんとかねレベル5に今回は上げれそうな感じですね。といってもですね、シャイニングガンダム非常に難しい機体でですね、一発よろけ武装もないのでね、格闘を当てる能力がかなり試される機体だと思います。実様には使いこなせないかもしれないですけどもね、初めて見たガンダムのアニメがね、 G ガンダムだったんでね、ちょっとね思い入れがあったんで頑張って撮ってみました。はい、お、気がついたらいるじゃん、ブリッツ。おお、えいえいえい、あ、味方切っちゃったかな、入れ外れた。あ、すまん味方、大丈夫やったかな。なかなか今回喋る間がないぐらいヘイトが高いよ。ということでね、もうこの試合勝てばね、5割復帰ということでね、なんとか勝ちたい。チームの人がすごく強いのかして、結構点差空いてますね。うん。実際はもう奇跡的にまだ死んでないのが大きいのかな。あ、死んでしまった。そんなに言ってたら死んだわ。うん。はい。あとですね、今日ですね、久しぶりにね、ネットサーフィンしてたらね、実際まあ2ちゃんにさらされてましたね。はい。YouTube のチャンネルの URL 貼ってくれてましたね。
晒してんのか宣伝してんのかよくわからなかったですけどもね、まあ、プレイ自体はねこうやって YouTube で自分から晒してるんでね、あの掲示板等で晒されても特に何も思わないですけどもね、うん、まあ、ね、見てたらいろんな人晒されてますね、うん、まあそうやって腹いせするして、まあね、あの心を保ってる人が多いのかもしれないですけどもね、世知辛い世の中ですね。ということで勝ちましたよ。はい、よかったですよ。これでランクマッチ5割復帰ですね。長かったな、5シーズンもかかったよ。うん、疲れた。はい、ということでね、まあ皆さん、見てくださってる皆さんもね、あのゲーム得意不得意あって成績もみんな違うわけなんですけどもね、まあ各々ね楽しんでね、目標を持ってプレイしていければいいんじゃないでしょうかね。実際まあ5割復帰がねとりあえず目標だったんでね、まあこっからはねもっとまた別の目標立ててね頑張っていきたいと思います。ということでね、アシストめっちゃ多いやん。はあ、うん、チームの皆さん本当ありがとうございました。成績もまあまあまあ悪くもないですね。良かったです。はい、うん、ということでね、祝5割復帰ということでね、もしよければコメントでねおめでとうと言ってくれれば喜びます。はい、ということでね、もしここまで見てくださった方おられましたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。